ね、入れる時とかはまあなんかそうだな、本当はね、なんかちゃんと入り口が分かってたら、まあ、指とかで確認して普通にこうやって入れるのがいいんだけど、ゆっくりね、なんかいきなりさ、もうさ、マジでさ、ズボって入れる人いるじゃん、あれもマジで痛いし、やめてほしいし、ちゃんと最初はマジでゆっくりあげて、ゆっくり入れたらそこで止めて、だいたい7秒ぐらい停止する。そうすれば女性器のあれがだんだんこうフィットして、こうゆっくりゆっくりこう男性器のところフィットしてくるから、でそれで入れたらゆっくり動いた方がいい。なんか最初なんかもう本当になんかギスギスみたいな、こんなやる人いるから。一番いい正常位のやり方って、男性ってこれが気持ちいいんだよね、こういう動きが気持ちいいんだよ、こういうのだけど、そういうこれ確かに気持ちいいんだけど、これはあんまいいとか当たってないよ。なんでかっていうと、女性はこっちに当たるがいいのね、このおへそ側に当たるのがいいから、男性の竿が当たるのがいいから、本来男性が今こうやってやって動いてる方向って竿こういう向きなの分かる？女性が本来気持ちいいのはこうだから、こうなんよ、これでこういうことなんよ、これでやると当たるんよ、こういう風に。でもっと当たりやすくなるのは、ここに枕を置いて高くしてあげると角度がこうなって当たりやすくなるから、それで動いてあげるといいかも、こういう感じ。あとは女性のもっと奥に入るやり方があって、正常位って普段こうなんよ、こうだけど、あの奥に入るやり方って何かっていうと、こうじゃなくてあのこういう感じ、あの両足ごとを倒してこういう感じで入れられるのが奥に当たる。男はこう片手でこう足持って、下から上にこう腰を動かすようにしてこう持ってあげて、こうやってだからね、スポーツなんだよね